うまい。さあ、始まりました少量チャンネルの翔太です。今日はですね、実はりょうちゃんがお仕事のためですね、今回は僕一人での回をお送りします。この T シャツ、実はですね、東京レインボープライドに行った時にシリファムさんからいただいた T シャツで、この色とまた青色と、あと他の T シャツも全ていただいて、なんか全部多分着ると思います。今回やる企画は、じゃん、こちらなんと餃子100個用意しました。イエーイ、すごいすごいいっぱい、すごくないですかこれ。なんかもう山になってる。総重量は1.7kg です。めっちゃこれ多分ね、すんごいうまく持ったからあれなんですけど、すんごい重いんですよ。そうで、これを今日食べていこうと思ってて、言っても大食いモンスターではあるので多分いけるかなと。ちょっと100個企画をしたかったので、ちょっと今回まあいいかなと思ってやってしまいました。イエーイ。チリファムさんからいただいたお箸を使って、今回もものすごくバクバク食べようと思います。それではいただきます。醤油とお酢のタレ作ったので、これでいただきたいと思います。いただきます。うまっ、これはうまい。スルッといけちゃいますね。うん、おいしい。なんか昨日これをりょうちゃんに伝えたら、もうどうせ食べれないでしょうとか言って、食べれなかったら残しといてお酒のつまみになるからとか言って、そんなんね、いないからね、そんなん残しませんよーだ。おいしい。これいいね、これ。うまい。いや、本当はなんかたこ焼きでしようと思ったんですよ。で、たこ焼きはちょっと、たこ焼きなんか18個入りが200、ん?もっとしたか、300円ぐらいしてて、18個。じゃあ6袋買うでしょ。で、高っとか思っちゃったの。でも、餃子は50個で500円とかです。だったから、餃子2袋買って1000円。あ、これ1000円で済むんですよ。なんかちょっとお店でさ、頼んだらさ、もう1000円なんてすぐ超えるのにさ、これで1000円なんて、やっぱ家で食べた方がうまいっすね。うん、おいしい。
おいしい。お腹いっぱいなんできた。いやまあでもそうなるとは思ってたので、ちょっと一つ用意したものがあるんです。見えるかな、じゃん、タルタルソースです。作ったんですよ僕。作り方は概要欄、材料は概要欄に載ってるので、そこで見てもらえればいいと思います。いただきます。うめー。やっぱこれ作っておいて正解でしたね俺。じゃん、用意しました。もう本当に完全にもうなんか晩酌っすよねこれ。いただきます。うまー。これ美味しい。食べれないかもしれない。どうしようね。どうしたらいいかな。りょうちゃんに食べてもらうかな。うわぁ、せっかくこれ用意したのに。まあでも無駄にするわけじゃないからまあいいんだけど。非常にします。よいしょ。半分は食べたんですよ絶対。なの、半分は食べてないや、絶対じゃないや。30個ぐらい食べたと思います。一人でやるもんじゃなかった。二人で100個とかやればよかった。よいしょ。二人で食べます。りょうさんに食べてもらいます。明日とか一緒に。なんかお弁当に持たせようかなと思います。もしまたなんか違う企画とかやってほしいこととかあったら、ぜひコメント欄に書いてください。で、チャンネル登録と高評価のボタンも、高評価になるかな押してください。ぜひよろしくお願いします。ではインスタとツイッターもよろしくお願いします。ではまた、バイバイ。はい、りょうちゃんいっぱい食べてね、いっぱいあるから。うん、とりあえずこれ。はい、やっぱり食べられなかったじゃんまあ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 